販売していたのですが、お客様とこうたくさん喋ることができて、とても楽しかったですし、自分のグッズが可愛いとかって言って認めてもらえてすごく嬉しかったです。10対10のライブペイントバトルということでやらせていただきました。この人数で一つの一枚絵を描くっていうところの、やはりこうアーティスト自身も新しい刺激になったりとか、一人じゃやりきれないこともたくさんの絵描きとコラボレーションすることによって新しい発見にあったり、一緒に一つの作品作り上げたっていうのはすごく魅力的な試みだったのかなと思っております。